はい、リアのスプロケットを一応取ったんですけど、取った時に、めちゃくちゃ硬くて、一つだけ六角レンチ、六角のボルトがなめりかけてて、で、まあ、取れたっちゃ取れたんですけど、で、理由が、これ裏にボルトが溶接されてなくて、これもネジ切ってあるわけじゃなくて、だからこれを回せば取れるってわけじゃなくて、裏にナットがついてて、こいつを何回回しても取れなくて、でめちゃくちゃ固く締まってるから動いてるけど取れないみたいな感じで、で動いてるから高さ上がってるかなって見ると上がってない感じがして、裏触ったらナットがあって、だから裏からサイズが14の、こういうやつ、こういうやつを、またこれだと入らないんだよ、奥が突っかえて。で、こういうふうになってるやつじゃないと入らなくて、これを入れて、で、また上も14の、こういうのでぐるぐるってやって、まあもうここが六角になったやつの方がいいんで、買い直したんですけど、初めは違ったんで、六角のやつにしたからなんとか取れたって感じですけど、なかったらまあ2200円、いや、1800円くらいだったかな、ここだけで。まあ買ってもいいんじゃないかなと思いますけどね。舐めるくらいなら。で、まあ結局、ボルト、同じボルト内になんか規格が特別みたいで、この切られてる部分が専用のナットじゃないとつかないっぽい、ぽい感じ。で、なんか困ったなって感じだけど、一応ナットとボルト買ってきたって感じですけどね。純正が届くまで。はい、以上です。